あなたの心にジョイン。どうも、はじまです。今日ね、お手軽メイクってやつやるわ。やっぱビューティー系がやってるでしょ。俺もビューティー系になりたいんじゃ。まあそのままお手軽ね、もう極薄メイクってやつやるわ。用意するものはこちら、顔の油取りね。で、ハンドスピナーはいいです。で、電話もね、あのね、いいです。そんないらないっす。ちょ、バイオレンスやめろ、かわいそう。で、今回用意するものはこちら。もうね、一本でいいんですよ。マッキー一つでもうね、石原さとみ風メイク、マッキー一本で石原さとみ風メイクやっていこうと思います。やっぱりね、石原さとみみんななりたいっしょ。俺はいいや。ということで、レッツメイクスタート。まあまずはね、顔をね、拭いていかなきゃダメなんですよ。やっぱ油、顔の油がね、あるとね、そのね、マッキー風メイクの邪魔をしてしまう、個性をね、すりつぶしてしまうというね、ほんとごますりつぶしキー君みたいな感じなんですけど。ねえ。はい、やっていきましょう。あ、ちょっと待って。まあね、ちょっとね、鏡持ってくるんでね、鏡も用意してくださいよ。ということでね、石原さとみ風メイク。まず石原さとみに鼻のね、あれは欠かせません。ね、まず細筆でね、どこら辺かな。やっぱその、この口の、まあね、あとちょびひげ、ちょびひげ大佐。こうやってね、まあ、唇のラインをね、強調させます。強調してね、美、ダンディーなね、あごひげ。ダンディーなあごひげね。これでいいでしょ、ダンディーなあごひげ。あとね、こうやってここで丸を描くことによって小顔効果ね、小顔効果があるのよ。でね、鼻筋をくっきりとするためにね、こうね、筋をくっきりさせるためにやるんだよね。ほら、こうやって鼻筋くっきりないでしょ。ね、ほらね、鼻筋ね、きれいね。ほら、鼻筋がくっきりになったでしょ。ほら、すごいいいでしょ。でね、まあ、疲れてますよアピール。PK 寝てないアピールするためにはね、目の下にクマをね、こう目の下にクマ、クマじゃない、これ涙袋ね、涙袋、もうすっごい涙袋。深みがすごい。でね、眉毛つなげてね。これでいいかな。で、ここを強調で、このラインあえて強調させる。まあ、これもね、流行だから。
うん、まあこれでね結構下地はできたかな。うん、下地はできたね。下地はできました。へえ、戻っておくれよ俺のシュガーベイビー。下地ができたらね、次何するか。スイートスイートラビー、スイートラビー。でね、習字道具、道具出しなさい。習字道具で。ね、はい。習字道具出しなさい。それはやべえわ、マジ。まあ、これで石原さとみ風メイクですね。まあ、完成ですね。はい。で、ここでね、色素沈着。あのね、好きな彼氏や、彼氏にね、頬ずりしたときに、その、ここのね、墨が、つかないように。墨じゃないですよ、これ、アイシャドウですからね。うん、うん。よし。うん。これでいいでしょう。ということでね、石原さとみ風メイク。ということで、いかがだったでしょうか。これからもね、高評価、とかお願いします。はい、ということで次回の動画で会いましょう。バイバーイ。